はいどうも、一平が批評です。1995年スタジオジブリの青春作品耳をすませばからの10年後を描いた実写映画耳をすませば見てまいりました。そもそもね、スタジオジブリ版の耳をすませばもう天沢聖司のストーカー気質、もうイケメンだからお前許されてるんだろオラっていう感じがあって、ジブリ版も正直あんまり好きではないんですけども、果たしてその10年後をわざわざ実写映画化する必要があるのかなとおっかなびっくりで見てきたんですが、もう大惨事大事故、ダメダメすぎて見ながら思わずね失笑っていう非常にレベルの低い作品、松坂桃李の演奏シーン以外レベルの低い作品だったなということで、今回は耳をすませば実写映画化がなんでこんなにダメなのか、2つの理由についてお話ししていきたいと思います。ちなみにここからはネタバレありの内容となっておりますのでご注意ください。それでは耳をすませばがダメな理由1つ目、ストーリーの情報量が少ないことです。ストーリーの情報量少なかったですね。スタジオジブリのね、こう耳をすませばの名シーンをこう中学生日記とか再現ドラマレベルの子役がこっぱずかしくなるレベルの演技で演じる回想シーンが思いのほか多くて、回想になるたびに恥ずかしい気持ちになりましたし、ストーリーも大人になった雫がイタリアに行って帰ってきてもう一回小説書いてなんか結婚しちゃうだけの話なんで、回想シーンはアニメ見たことある人なら全部知ってますし、天沢聖司との大人になった恋愛も、てかね、この映画会話が面白くないんですよね。久々に会った、しかもイタリアで会って天沢聖司とイタリアン食べるシーンとか全然会話弾んでないのとか違和感ありありでしたし、なんかずっと雫の書く小説の話ばっかしてるのも気持ち悪いし、もっと生々しい2人にしかわからないやりとりとか生活感あるセリフがないと面白くないんですよね。行間が全然読めないというか、ああこの2人結構空っぽなんだな、話すること意外とねえんだな、他愛のない話もできないんだなみたいなね、まあ、とにかくね、演技力の低い子役の回想の連打と極端に情報量の少ない機微の感じられない恋愛劇に終始してるので全然面白くなかったんですよね。雫も天沢聖司も過去にいろいろ恋愛してきたけど、やっぱり互いのことが忘れられないみたいなのでもいいと思うんですけどね。どうせ見に来るメインの層って1995年版見た人が多いんだから、ピュアさとかそこを主張されても逆にアホらしいというか、まあアホらしいとすら思っちゃうはずというか、僕はねはっきりとアホらしいなと思っちゃいましたからね。こうピュアな恋愛劇みたいなのをね、今更見せられてもアホらしいなと思っちゃいましたからね。はい。で、2点目。これも致命的だったんですが、結婚イコール恋愛のゴールの結末が安易という点ですね。これほんとしょうもないというか、古すぎて呆れましたよね。だから、はっきり言いますけど、見に来てる層は30代以上のおっさんおばさんなんですから、恋愛のゴールが結婚です、幸せです、私たちみたいなことを満面の笑みでやられても全然ダメというか、子供しだましじゃんと。だって超絶激務な編集者な上に小説も書いてる雫と、一応チェリストとして実力認められてて日本を拠点に世界を股にかけようとしてる天沢聖司が結婚してその瞬間は幸せなのかもしれないんだけど、どう考えても編集者とチェリストの夫婦なんて前途多難だろって、結婚生活めちゃくちゃ気になるわ、てかどうせ離婚するわ、結婚してからが本番だぞ、どうせ離婚するわってことなんですよ。一緒に生活も共にしてない、てか15歳の頃の価値観の延長線を頼りに結婚を決めるのってさすがに頭お花畑すぎねえかと。てか雫本気で小説家なりたいんだったら、天沢くん本気でチェリストやりたいんだったら、お前ら結婚なんかしてる場合なのか、大丈夫かと、こう彼らの夢、小説家になりたい、音楽で皆を笑顔にしたいっていう強い夢を叶えるよりも、まず全部のものをすっ飛ばして結婚っていうのが果たしてお前らの頭どうなってんだよと。そんな今時恋愛のゴールイコール結婚っていうのはどう考えても安易すぎねえかとなりませんかね、見ててね、全然感動とかないですからね。ということで、実写映画耳をすませばは、子役の痛い演技が延々と繰り返される回想と情報量の少ないストーリーと、恋愛のゴールイコール結婚というしょうもない安易なオチで、全然面白くありませんでした。はい、現場からは以上です。いや、本当にがっかりです。というか、僕は何を期待して見に行ったんでしょうか。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画、ヒヨでした。